この動画では、令和5年度東京都障害者施設等の BCP 策定支援事業として、令和5年7月から11月に開催した BCP 策定講座の内容に沿って、障害福祉サービス事業所等における BCP に関する基本的な考え方や BCP 策定のポイントについて解説します。こちらは本講座の狙いです。 本講座は BCP の基本的な考え方や BCP の作成のポイントなど、障害福祉サービス事業所等における BCP 策定に関する事項について理解し、各事業所等の BCP の策定につなげていくことを目的としています。BCP の見直しやブラッシュアップに役立つ内容も多く含まれていますので、すでに BCP 策定済みの事業所においても、ぜひ、 本講座を視聴し、BCP を運用する上での参考としてください。本講座の内容です。1、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定のポイントでは、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定による BCP 策定義務化の要点について解説します。2、 障害福祉サービス事業所等における BCP とは、では、事業所における BCP の必要性について確認し、BCP の策定にあたってどのような考え方や手順で進めればよいかについて、サービスの継続という観点から整理し、解説します。3. 感染症 BCP とは、では、感染症 BCP の基本的な考え方や、 感染対策マニュアルとの関係性などについて解説します。4. 自然災害 BCP とは、では、自然災害 BCP の基本的な考え方や、防災計画との関係性などについて解説します。5. 感染症 BCP 演習、では、実際に、事業所で感染者が発生した場合などを想定したテーマで、課題を提示しますので、 各事業所でどのような対応をするべきか検討してください。6. 自然災害 BCP 演習では実際に事業所の所在地で大地震が発生した場合を想定したテーマで課題を提示しますので各事業所でどのような対応をするべきか検討してください。これらのうち5感染症 BCP 演習と6 自然災害 BCP 演習については、入所系、通所系、訪問型、それぞれのサービス種別に応じて、課題を設定しています。各事業所の提供するサービス種別に応じて、動画を視聴してください。本講座の資料は、厚生労働省から公表されている、障害福祉サービス事業所等における、新型コロナウイルス感染症発生時の、 業務継続ガイドライン。障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドラインと各ひな形の内容をもとに作成しています。BCP には基本の型があります。BCP の策定と運用にあたっては、厚生労働省のホームページで公開されているガイドラインとひな形を活用してください。 厚生労働省のガイドラインと、ひな型をまだ見たことがない場合は、一度これらを確認した後に、本講座を視聴すると、より効果的です。1. 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定のポイント、業務継続計画、BCP、策定取り組み。はじめに、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定による、 BCP 策定、義務化のポイントについて解説します。なぜ、障害福祉サービス事業所等に BCP が必要なのでしょうか ?BCP は、ビジネスコンティニューティープランを略したもので、日本語で業務継続計画と呼ばれます。ご存知の通り、障害福祉サービスは、利用者や、その家族などの生活を支える上で欠かせないものです。昨今、 新型コロナウイルス感染症の流行や地震や水害などの大規模災害が頻発する中で、障害福祉サービス事業所等において、これらが発生した際にも適切な対応を行い、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが一層重要となっています。こうした観点から、大規模災害や感染症の流行に備え、 障害福祉サービスを継続するために、平時から準備、検討しておくべきことや、発生時の対応などをまとめた BCP、業務継続計画の策定が義務付けられることとなりました。赤字化線部に記載の通り、非常時にも事業所で適切な対応を行い、利用者やその家族などに必要なサービスを絶やすことなく、継続的に提供すること。 これが事業者には求められます。その実行のためには、対応内容をあらかじめ計画しておくことが必要です。BCP は緊急時においても業務を継続させるための計画であり、こうした観点から必要不可欠なものと言えるでしょう。各事業所において、BCP の策定の取り組みに求められることは、次の3つです。一つ目は、作成です。 自然災害と感染症、それぞれについて BCP を作成することが求められます。二つ目は、研修です。研修は年2回以上と新しく職員が入職した際に実施する必要があります。なお、通所系、訪問系は年1回以上です。三つ目は、訓練です。訓練も年2回以上実施する必要があります。 こちらも通所系、訪問系は年1回以上です。BCP 策定の取り組みは、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において義務化されました。根拠となる規定は、厚生労働省令として定められた運営基準です。令和6年3月31日までは努力義務ですが、4月以降はこの3つの取り組みが完全に義務化となります。 続いて、三つの取り組みについて、詳しく説明していきます。まず一つ目、作成についてです。BCP 作成の目的は、自然災害や感染症が発生した際にも適切な対応を行い、職員と利用者の安全性を確保しながら、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することです。また、 BCP はその発生自由への対応の違いから、大きく自然災害編と感染症編の2種類に分けられ、すべての事業所において、自然災害編と感染症編、両方の BCP を作成することが求められています。運営基準上では、この2つは一体的に作成することも妨げないとされていますが、それぞれ対応事項や人員体制が異なる可能性などがあります。 そのため、これから作成する場合や、内容の見直しなどをする場合は、別々に作成することが推奨されます。厚生労働省のガイドラインとひな形も、別々に作成することを想定して整理されています。なお、厚生労働省から公表されている感染症編のガイドラインとひな形は、新型コロナウイルス感染症発生時を想定して作成されていますが、 新型コロナウイルス感染症を含む事業所の業務継続に影響を及ぼし得る感染症を対象として作成することが必要です。続いて二つ目、研修です。研修の目的は BCP の具体的な内容を職員間に共有することです。平常時の対応については、その対応の必要性の理解を。緊急時の対応については、 どのような対応が必要になるかの理解をそれぞれ励行することが必要です。研修は年2回以上と職員の入職時に実施する必要があります。なお、通所系訪問系は年1回以上です。また、実施した際には必ず記録を残してください。最後に3つ目は訓練です。訓練の目的は 自然災害や感染症が発生した場合においても迅速に行動できるようにすることです。そのために事業所内の役割分担の確認や実践するケアの演習などを行います。実施回数は入所系は年2回以上、通所系訪問計は年1回以上となっています。訓練というと利用者の方と一緒に避難をするなど、 実際の行動を伴うものを想像されると思います。それも訓練ですが、機上訓練として各部署の責任者が集まって協議、シミュレーションすること、これも訓練となります。機上訓練、実地訓練、それらの組み合わせによる訓練など、実施手法は問わないとされています。訓練を実施することで、想定と実際の状況との違いが明らかになるなど、 課題の洗い出しと見直しにつながりますので、毎回課題意識を持って様々なテーマで訓練を実施することが BCP を運用する上で非常に効果的です。令和3年度、障害福祉サービス等報酬改定では、訓練の実施に関して、地域と連携した災害対応の強化についても示されています。災害への対応においては、 地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策が求められる障害福祉サービス等事業者において、訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう、連携に努めなければならないこととするとされています。直ちに、地域と連携した訓練を実施するといったことは、各事業所の事情によっては難しいことかと考えられますが、 実際に災害が発生した場合を想定すると、地域との連携は非常に重要なポイントです。地域の自治会や自主防災会においても定期的な防災訓練などが行われていますので、それらの組織との交流の機会などを通じて、積極的に災害対応に係る地域との連携に努めてください。